ロイヤルスイートホテルをチェックアウトしました。またチェックアウト時にもなんかルームサービスを頼んだら支払えって言われて拒否してたら無事解放されました。このホテルに来て最初まず追加料金払えって言われて、その後ルームサービス払えって言われて、もう本当気をつけないと。さあ解放されました。イエーイ。これでついにテスト&コーも全部クリアで、約1ヶ月間タイに滞在できます。じゃあそんな感じでバスに乗って次のホテルまで向かいます。バス停に着いたんでバスを待ちます。掲示板も何もないんで何時に来るか分かりません。バスが来ました。これか1人8バーツ領収書もらいました。1人8バーツで2人で16バーツですね。だいたい55円ぐらい。今回の船長員さん英語が喋れたのでスムーズにやり取りができました。無事バス降りて、まあ、宿に向かって歩いてますけど、チェックインまであと1時間半ぐらい暇があるんで、昼飯食いながらどっか寄ろう。大体8時ぐらいだ。どうする？向こう行ってみる。もうちょっと別の場所探してみるか。入ってみよう。うん、ここにしようか。くっきりしすぎてそういう柄の T シャツみたい。何に来た？お、ハットカオ。あ、ハットカオ。Yes, yes.これにしようかな。 Now don't have to have four chicken coffee. Just buy some. How much? What much you do? You want fry? ราคาเท่าไหร่ครับ Okay. หมูกระเทียมเท่าไหร่หมูกระเทียมราคาเท่าไหร่40 40 40 40パクチーだけ抜いてくださいっていう言葉があれば僕はここの国で生きてきます。何これ全然写真と違う。このさ、シーフードって言ったらこれが出てきたのかな。でもこれシーフードとお肉炒まってる感じしない？うん、いろいろ入ってる感じですか。頼んだやつ来たやつ、いい匂いさっき。うん、いい匂い。いただきます。ニンニクと豚肉を炒めて、うん、焼肉のタレかけましたっていう味です。超美味しそうです。あ、これか。はい、ラバーを届きました。
少し辛めが普通に辛い、まあ、日本で食うガッパよりもすごいスパイシー、辛さもそうだけど、なんかいろんな胡椒とか騒がしい、でも美味しい。美味しい。Delicious。海南料。天母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 。Very good。Very good。拜拜。とか。はい、ご飯も食べて。最後スイカくれたね。美味しかった。甘かったね。うん。サディカ。ムエタイ。ムエタイ。みんな見えてみてる。みんなで路地でムエタイ観戦してる。お、洗濯が結構でかいね。うん、こうやってタイでもウーバーイーツみたいな、ラインマン、ラインマンだよ。あとグラブ、グラブ、ラインマン、すごい、ライン、タイってラインなんだね。ね、あ、あった、ここです、ポップコーンハウス。ここに泊まります。すごい、いい、綺麗な外観だね。うん、行きましょう。あ、着いた。到着、チェックイン。 OK、 アンパイ。Yes. Okay. Thank you. Thank you. 206号室です。なんか向かいの201号室騒がしい。到着。今回旅4つ目の宿泊場所、1泊1700円のゲストハウスに到着しました。お部屋紹介すると、ベッドが1つ、そして机が1つ、椅子はちゃんと2個あるで、ここにバスタオルとドライヤー、ベランダに物干し竿があって、外に干す物干し竿がありがたい。じゃあ水圧チェックしよう。お、圧はないけど、まあ、こんぐらい落ちるでしょう。トイレットペーパーも最初から1個ついてます。こんなに入れます。で、電気レンジと冷蔵庫と冷蔵庫、これはシェアだから、まあ、これらしく袋にまとめて入れておきましょう。日本の蚊取り線香が何やな。どれが何入ってるか分かんなくなっちゃった。まずこれからいきます。
チーズ。ソースが甘い。今からチーズ食べる。ソースが甘くてたこ焼きじゃないから。デザート。で、刻み海苔がもう意味あった。刻み海苔ってしかない。後味が。すごい繁盛して始めた。145円でこれだったらすごいお得だね。今スーパーに来たんですけど、この6本入りのお水1セットで45ワット2セット買えば80ワットで1本25円で買えるんで、これ頑張って2セット2人で持って帰ります。味は美味しいんじゃない？シンプルだけど。何バーツだっけ？ 40？ 味は美味しい、40。久々に辛くないの食べる。実際結構辛いの毎日食べ過ぎてちょっと胃が痛くなりかけてたからちょうどいい。レベルが。あれだね。噴水がある。